待たせしました。今晩の目玉です。お、来た来た。いい匂い。お姉様の得意料理だ。これ大好きなんだ。これは一人二つまでですから。もっと食べたいよ。はい、こっちもどうぞ。これ一人四個ですから。なんだ、苦手なのか。こいつは薬膳だろ。香りが強くてどうもな。これが食欲をそそるってのに難儀だね。若様、よろしければ僕たちのとお取り返しましょうか。おう、悪いな。ダメです、これは体にいいんだから。おぼろさんは好き嫌い多いから特別に6個です。 You'll start eating。制限で、こっちは義務かよ。お兄様、好き嫌い多いの？な、何言ってるんだ。そんなわけないだろう。ほら、ほらな。おめえよ、鼻をつまみながら食っても説得力がねえぞ。失礼します。定時報告をお持ちしました。末上、それがしが。ああ、頼む。どうぞ。Doka hands me the report. 特に変わったことは、この間のナトゥンクで起きた反乱のことが書いてあるな。反軍が劣勢か。それってもしかしてこの間起こった反乱のことですか？ああ、どうやら物資の不足が深刻らしい。あの、それって何とか力になってあげられないんですか？その人たち、私たちと同じように苦しんで、それで。それは残念ですが、それはできません。ベナウィーさん、気持ちはわかります。ですがそれは他国への干渉につながります。敵対する勢力に何らかの支援を行えば、それは間違いなくナトゥンクへの敵対を意味します。最悪戦となれば民を巻き込むことになるでしょう。さらにそのことで近隣諸国もいい顔はしないはずです。ただでさえ良いとは言えない関係をさらに悪化させることになりかねません。気の毒だが、ベラウィーの言う通りだ。そうですか。飯がまずくなる話だな。オボロ、分かってる、分かってるさ。そんなことはな。さて、ごちそうさまだ。私はまだやることが残っている。みんなはゆっくりくつろいでてくれ。これおいしい。頼むから人の話を聞いてくれ。なんとか力になってあげられないんですか？なんともやるせないものだな。鎖の音、カルラか。どうした？少しお話がありますの。どうした？改まって。ここでお話しするのは無粋というものですわ。これが終わったら私のところへ寄ってくださる。お話はその時改めて。おもてなしさせていただきますわ。当然来てくださいますわよね。For some reason, her bewitching smile sends a chill down my spine. お待ちしていますわ。何かとても嫌な予感がするのは気のせいか。
カルラ、入るぞ。カルラ、どこにいる？こっちですわ。よくおいでくださいました、ハクオロー。ナイス。Takes me a moment to recognize the woman standing in front of me. Carla is wearing a beautiful dress and casually leaning on a railing. She shoots me a smile. Her unbraided hair sways in the wind, and the fragrance of her perfume tickles my nose. Compared to her usual appearance, I can't believe this is a serene, elegant creature is the same person. In fact, the only reason I know it's Carla is because that huge neck shackle clashes with her current appearance. Carla. No.他に誰かいまして？いや、しかしその姿は、おもてなしをするのですから、清掃をするのが礼儀というものですわ。それともこの姿はお嫌い？いや、よく似合ってる。似合いすぎているくらいに。で、話とは何だ？せっかちな殿子、どうかおくつろぎになって。ビシュにハッチンも用意してありますわ。いや、せっかくだが、それは後にしよう。まずは本題に入ってくれ。カルルのその姿といい、あまりにも気になる。そう、そうですわね。うん。では単刀直入に言いますわ。あなた様にお願いしたいことがありますの。お願い？ナトゥンクに起こった反乱、その反軍の支援をお願いしたいのですわ。反軍の支援？なぜそんなことを頼む？自分が反軍の者たちと同じ境遇だったからか。そう思ってくれても構いませんわ。なるほどな。言いたいことは分かった。できることなら何とかしてやりたい。だがそれができないことはカルラも聞いていたはず。ナトゥンクを敵に回し、民を戦火の危機にさらすことになる。しかも反軍の支援をするとなれば、かなりの糧を消費する。それはそれだけ民の暮らしを圧迫するということだ。それを承知で頼んでいるのか。Carla simply smiles sadly. Then she speaks. ええ、それを承知で頼んでいるのです。そうか。もちろん、ただでなんて虫のいいことは言いませんわ。では、どうする？私のすべてを差し上げますわ。そのために、その体を売るというのか？違いますわ。すべてを、ですもの。すべて？ええ。髪一本から血の一滴に至るまで、そしてこの魂を。何を言って？ウィザルネミテアの契約を。ウィザルネミテアの契約、聞いたことがある。ウィザルネミテアと取引をする者は未来永劫その魂を束縛されると。まさかそれを自分が何を言っているのか分かっているのか？ええ、バカな。では死ねと言えば死ねるのか？それが主様のお望み？ Carla smiles softly at me. いや、何でもない。本気だ。ここで死ねと言えば、カルラは間違いなくそれを実行する。このカルラをここまで決意させるものとは一体わけありか？いいだろう。そこまでの覚悟があるのなら、その望み叶えよう。契約成立ですわね。ん？いや、そうではなく、そこまでの覚悟があるのなら、その望みを叶えようと。ですから契約成立ですわね。いや、だからそんなものは関係なくだな。それはいけませんわ。契約は契約ですもの。代償を支払わなければ契約とは言えません。
だから恵んでもらおうなど思ってませんわ。主様がどのようなつもりであったとしても代償を払わない限り私にとっては恵んでもらったのと同じこと。これ以上恥をかかせないでくださいな。わかった。それでお前が納得するならな。仕方がない。そんな契約をされても困るが、とりあえずそう言っておけば納得するだろう。感謝いたしますわ。Carla gracefully dismounts from the railing and immediately walks straight towards me. And in the next moment, I see something I can't even believe. Carla gets down on one knee right in front of me and bows her head. Carla, of all people. I am Carla Uatre. Onkami, Bizarne Mitea no Nani Oite. Anata Sama ni kono na o kenjo itashimasu.この体は御身に寄り添い、この魂は御心に付き従う。それこそ我が最上の喜びであり、とこしえの誓い。カルラ、いや、何をして。I don't understand what she's doing, and my thoughts freeze for a second. She's free, like the clouds, she's elusive, and she's prouder than anyone.Even though she's a slave, I doubt she's ever bowed her head that low before. And for her to change this much. そこまで、そこまでするほどのことなのか。何が What lies inside you that's making you go this far? I was about to ask her that, but I keep my mouth shut instead. もしそれを問えば、彼らは必ず答えるだろう。だが話せるようなことならさっき通った時にもう逃げられんか。こんなにここまでさせてしまったのだ。もはや後戻りはできないだろう。分かっているとは思うが、私にできることは物資を援助することだけだ。それ以上のことはできん。十分ですわ。そうか。分かった。いいだろう。そこまで望むのなら、その者たちに物資を届けよう。それでいいのだな。ええ。感謝しますわ。やれやれ。まさかこんなことになるとはな。話は以上だな。ならばここまでにしておこうか。さて、それでは先落ちそうになるとしようか。ハッチンも用意してくれたのだったな。主様のためだけの最上の膳を用意させていただきました。私のためだけ？なんか今背筋に寒気が、とてつもなく嫌な予感というか、さっきとは違う。獲物を前に舌なめずりしてるようなねっとりとした気配というか。あとそうだ、そういえばまだやることが残っていてな。すまんがまた今度。なんだ、扉が開かない。あら、どちらへ行きますの？いや、また今度というか。どうして扉が使い棒されたみたいに動かない？一体どうなってる？ああ、その扉、完全に閉じたら隣にある数字の札を縦横どちらから足しても同じ数になるように揃えないと開かない仕掛けになってますわよ。いつの間にこんなものを。って確かこれは主様が発案された錠の一つですわね。開けるのに時間がかかりすぎるとボツになった。そういえばせっかくですから取り付けさせていただきましたわ。何がせっかくだ。
こんなものを取り付けて。大地、この錠は外に取り付けるもの、中につけてどうする。あら、こっち側で合ってますわよね。これとこれを足して、こっちの列は違う、これじゃない。逃げねば、一刻も早くここから。Feel a presence in her footsteps slowly approach me from behind. Tightly wraps around its arms around me, like some kind of coiling animal. 時間切れですわね。さあ、存分に耳を舌包みしてくださいませ。And then they fucked. That's canon. さて、今日はどうするかな？相談しよう。戻りやした。で、ナットゥンクの様子はどうだった？正直、反軍の旗色はかなり悪いですね。初めは勢いで押してたようですが、徐々に巻き返されて、今ではほとんど敗走状態です。森の奥に立てこもっているようですが、潰されるのも時間の問題じゃないですかね。そうか、ご苦労だった。下がってゆっくり疲れを癒してくれ。ウィス、聞いての通りだ。分かっているとは思うが、私にできるのはここまでだ。約束通り支援は続けるが、これ以上の介入は。ええ、分かってますわ。同じ立場だったとはいえ、反軍に協力するためあそこまでしたんだ。よほど思うところがあるのだろうが。眠れない妙な感じだ。何かが落ち着かないというか、やけに神経が高ぶった感じがする。うん、ほう、今宵は満月か。この妙な気分も満月が原因なのかもしれないな。それはともかく、無理にでも寝ておかないとな。明日が辛くなる。おじさま。おじさま。やっと起きた。神、何よし。なんだ、体が動かない。か声も出せない。一体何がどうなっている。おじさま、これはいつものカミュじゃない。ねえおじさま、カミュね、喉が渇いちゃった。She says that she gently bares my chest with her hands, then starts caressing it. だから、いいよね。
She gives my chest a kiss and then. She sinks her finger into my flesh, and then a red liquid tickles out. Her tongue curls the liquid as it emerges. Her hot breath is bewitching, and her eyes are watering. あの神なのか、これがあの無邪気な。おいしい、おいしいよ、おじさま。I feel a perplexing sensation of her tongue and hot breath on my neck. まさか、神、やめろ、やめるんだ。ダメだ、声が出ない。おじさま。アサ。神はいない。あれは一体。I touched my chest and the side of my neck, the spot where Kami was sucking in my blood last night. ない。噛まれた跡がない。どうなってる？どこにもないぞ。まさか、夢？あれは夢だというのか？そうか。夢だったのか。道理で変だと思った。まさかあの子がな。くるみか。それにしてもやけに体が重い。おはよう、おじさま。おじさま？いつもの神だな。どうしたの、おじさま？神はどこか変？あ、いや、なんでもないんだ。おはよう、神。そうだ、やはり気のせいだな。変なの？うん。Kamui smiles innocently. It just may be my imagination, but her smile is somehow making her cuspids look unusually sharp. まさか。さて、どうするかな？どうしたんですか？ため息なんかついて。いや、なんでもないんだ。ちょっとな。それより、茶を一杯。どうぞ、お茶にございます。ああ、すまない。Olu forces herself to smile. It seems like she has realized something. 心遣いはありがたいが、こうも一緒にいられると。監視されてるみたいで安らぐ暇がない。おはようござい。おはようございます。どうぞ、これでお顔を。服を。お着替えをさせていただきます。そんなものは自分でできる。いえ。主の身支度を整えるのもおそば好きの務めでございますから、エルルー殿はおぐしをお願いします。は、はい。
ただきます。マス、お、今朝のおかずは私の好物ばかりだな。さて、どれから攻めるか。お待ちを。ん？毒味をさせていただきますので、しばしお待ちを。毒味って、食事はエルルーが作っているんだ。そんなものは必要ないぞ。毒というのは、いつどこで入れられるかわからないものです。その程度で死ねば、所詮それまでだ。いけませぬ。いくら我らが注意を払おうと、正常がお心に留めていただかねば、そのお命、守りきれるものではありませぬ。どうか、ご了承ください。ああ。ごちそうさま。おいしかった。ねえ、ゆずっちの部屋で遊ぼう。はい。姫様、まずは食後の謝文を。さあ、早く行こう。姫様。うん、もう一眠り。エルル様、後片付けお手伝いいたします。はい。くったくった。エナミ、クロウ、食後の運動に少し付き合え。いいでしょう。毒味終わりました。どうぞお召し上がりください。召し上がりくださいも何も、うちの血色児童どもに食い尽くされて何も残ってないぞ。この湯加減、五臓六腑に染み渡る。正常、よろしいでしょうか。当家か、どうした。は、では失礼いたします。ん、いや、どうかしたの。お背中をお流しいたします。ナイス。なんだそれは。何しに来た。は、ですから正常のお背中を流しに参上いたしました。別に来なくてもいい。第一、なんで裸なんだ。これはいいなことを。湯殿に服を着たまま入るなどと、そのような粗骨な真似、それがしにはできません。粗骨って、何か違うだろそれは。だったらせめて前を隠せ。前を。それがし、隠すということは心にやましき思いがあるからだと教えられてきました。それがしの正常への思いは常に潔白であり、隠すものなぞ何一つございませぬ。むちゃくちゃだ。ではお背中を失礼いたします。うわ、バカ、こら、よせ。痛くはありませんか。ああ仕方がない。背中を洗うだけなら、まあ、いや、うん、悪くはないというか。かゆいところはございませぬか。ああ。たまにはいいかな。お手を拝借いたします。うわ、いかがなされた。いや、まあ、なんでもない。そうでありますか。何か至らぬところがありましたら遠慮なく言ってくだされ。あ、そんなにしなくても適当でいいんだぞ。適当など、正常にそのような真似はできませぬ。いや、だから。遠慮なく言えと言われても、時々胸が当たってるんだとは言えんだろう。
ました。そうか、ご苦労だったな。やれやれ、やっと終わったか。ではもう下がっても。ではお次は前をば。何？あの正常、前かがみされたままでは前が洗えませんのが。いい、こっちは自分で洗う。そんなご遠慮などなさらずとも。遠慮してるのではない。では失礼をばいたします。こら、隙間から手を滑らすな。正常、そのように動かれては。うわっ、こら、密着するな。そんなところを洗うな。正常、そんなところを押さえていかがしました？もしや、それがしとしたことが気づきませんでした？腹痛でありますか？いけませぬ、すぐにエルル殿を呼んできます。何？違う、こら、せめて何か来て、じゃなくて、呼ぶな。その後のことは思い出したくない。この前の一件で責任を感じているのか。やけに熱心だ。あまり熱心なのも考えものだな。ほどほど困ったが、私のためを思ってしてくれるのだから邪険にはできないからな。さっきから茶の飲みすぎで腹がタプタプしてきたな。あの、どこへ？まあ、ちょっとな。今や落ち着いて過ごせるのが川屋の中だけど、しかしどうする。このままでは身が持たぬ。正常、お世話させていただきます。うわー！